いかないでした。さあやっていきましょう。今日やっていくのはこちら、ネイビーのステルスですか。気になる、気になるな、この余白気になるな気になりませんかこれ。なんでこの余白があんの、すごい気になる。だいたいあのゲー、クターのゲームサイズ揃えてるんですけどね、これなんでこんなに作ったやつはどういう4対3とかじゃない、謎のこの比率で作りましたねこのゲームっていうところがありますね。はい、やっていきましょう。まずはあらすじかな。はい、あらすじ、おっとこっちじゃないな、こっちか、こっちか。笑ってるのか泣いてるのかさっぱりわからないが、一度気になったらずっと気になって仕方ない、無風脅威の無風、あ、ネイビーか、今回クターじゃないですね、ネイビーですね、青いです、ネイビーっていうですね。気になったらずっと気になって仕方ないか、これあの ADHD とか、ね、いわゆる多動とかそういう人はこういう風な症状があったりするらしいですよ。薬局で教えてもらった、コンサート出しておきましょうはい、やっていきます。道端でぼーっとしていたらなんだか怪しいクターを発見したぞ。これはもう後を追いかけて正体を突き止めるしかない。相手に見つかないように慎重に後を追いかけよう。これはちょっと ADHD とは関係ないかもしれないね。ただ変な人だ、ただちょっとあの怪しいちょっと犯罪者気質の人かもしれないですね。ネイビーさあどんなゲームなのか多分だるまさんが転んだ的なゲームを想像しますね。そんな感じじゃないのかなと。お、ランキング見たことない、のこ787ありますね。もこもこ4949とかね、みゆき H26 はよく見かけますが、そうですね、ちょっと名前がね、カローマ字が多いですね。ローマ字が多いな。うん、100超えるぐらいいけたらいいかな、そんな感じですね。行きましょう。ほい、黒いやつが誰だこいつは。てれん、こいつがネイビー、怪しいな。なるほど、だるまさんが転んだ的なやつだな。完全にだるまさんが転んだ、だるあ、なるほど。ちょっとまあでもこれは多分得意かも。別に気づかれてもいいや、気づかれてもそのまま行こうや。怪しい、これは怪しい、これは怪しいね、これは怪しいよ。さっきの紳士よりもちょっと分かりにくいね、顔の動きが。なんとも言えない曲だ。ラーメンは食わんだろ、道の上でラーメンは食わないだろう、ネイビー君。そのごまかし方ちょっと、ラーメンは食わんだろ、普通に歩いてるのがまだマシだよネイビー。おい、あ、二連ちゃんがちょっとかわせないな、面白。やっぱこれ後ろ、こっち画面が行き過ぎるとやっぱ負けだね。そうなる、なかなか難しいぞこいつ。あー難しい、いける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 、いけない、動いたかな、うっそだ。あっ、ちょっと後ろすぎた。よし、これがラストだ。非常に時間がかかってるな。これをラストにします。ラストゲームだ。いや、クターらしいゲームだな、これは。実にクターらしい。攻略法がない。これがまさにクターゲー。もう純粋に反射神経だけで。もうね、うざいぐらいわけわかんないな。2回、3回振り向いてるのにもかかわらず、まだ。あ、く
ああ、動いた、動いてない、動いた、動いてないよ。いた。これラストにします。寝られになる、寝られになる。長い長い、見とるのが長い。うわうわ、2回振り返りとかあるからな、この辺りが注意していかないと。よし、自己ベスト更新した。ここまでだな。これ以上はちょっと、6位には入ったけど、スコア100はね、かなり難しいな、これは。上の人たちはよく取ったな。難しいです。うん。簡単そうに見えて、実際、やり方は簡単なんだけど、完全にランダムだから、難しい。上の人たちは、まあ、87で、ぼちょぼちょと並んでますけど、100行くのはね、多分100超えたあたりはもうかなり気分が高揚して、140代とかになったらもう怖いだろうね。マウス握る手が怖いと思う。いやー、シンプルながらも奥深くて、本当にクターゲーらしいクターゲーだな。これはおすすめです。クターのステルス。皆さんぜひやってみてください。そして、100ぐらいは多分、1時間ぐらいやればいける気がする。1時間は言い過ぎかな。もうちょっと簡単にいけるかな。まあね、自分が20分ぐらい取った中では100はいかなかったね。うん、センスのある人、反射神経の人はいけるかもしれない。なかなか苦戦しました。でも面白いんで、ぜひね、やってみてください。ただの、違った、ネイビーのステルスでした。ほなまた、別の、クターゲーでお会いしましょう。